まあ1キロもないと思う。0.8グラム。800グラム。なんで0.8。バカ丸出し。あ、クマちゃん。じゃあ放送できるあのメイド喫茶で。あ、知ってる。え、メイド喫茶。そう。あ、まあバーみたいなところだけど。ちょっとさ、ネコマちゃんに電話してくれる？あ、ネコマちゃん？いいの？いいよ。大丈夫？ネコマちゃん？あれ、カルボールさん。あ、今、セイジ君と一緒にいるんですけど、はいはい。なんかあの、セイジが、はい。まあ、ちょっと、不満があるらしくて、はい。最近ネコマちゃんが冷たいんだって。冷たくないですよ。一緒に寝てくれないし、はい、なんか寝てる時間も多くて、なんか彼氏と彼女の存在じゃないらしい。あ、でそれで悩んじゃって、もうセイジ今、はい、新宿に飛び出して出てきちゃったんだって、はい、あーなるほど。うん、ネコマちゃん冷たくしてるの、はい、いや冷たくしてないですよ。してない。確かになんか最近ちょっとあのけなんかすげえ眠くて、なんか寝る時間めちゃめちゃ多いですけど、うん、であとなんか布団が分かれてるのは私結構、うん、あの寝るの邪魔されたくないんですよ。ああ、はいはい、いるねそういう人。はい、うん、セサめっちゃ邪魔してくるんですよ。え、寝てる時どういう邪魔を仕方するの？なんかお尻触ってきたりとか。え、セクハラまがいなことをするってこと？そうですよ。いや別にお尻触るのいいんですけど、うん、熟睡できなくて。ああ、じゃあ睡眠を妨げてるんだ、セイジ。そうです。セイジ悪いじゃん。で、あとなんか起きると必ずなフワッチ見てるんですけど、うん、結構うるさいんですよ。あ、セイジがフワッチを、はい、トラックを感じてる。ああ、そうですよ。でちょっとあんまり寝れなくて。あ、要するにまあ、はい、セイジの寝てる時間をわざわざ削って、はい、昼間に時間回してるんだ、はい、寝る時間を。はい、らしいよ。はい、やだって。やだ、うん、一緒に寝てほしくて、はい、セクハラもしたくて、はい、わがまま聞いてくれと。前も言ったらしいじゃん。治らない治らないセイジだけど。これ直してよ。ダメかな。せめて、うん、せめてフワッチ見るときはなんかなんかイヤホンつけるなりとか。あ、それはね確かに。ゴムみたいなもんだよ。そうですね。つけれない？生がいって。いや、おかしいでしょ。そこは別にイヤホンで弾こうが何しようかあんま変わんないじゃないですか。やっぱ自由にやりたいんだよね、政治は。自由すぎるでしょ。あ、やっぱここはセイジは。じゃあもう別れた方がいいかなって。え、別れたいんですか、セイさん。別れたいのかって。まあセイジは、はい、やっぱ自分のことを愛してくれる人が一番好きなんだよね。でも愛を感じられないと、はい、愛を感じられない。そうだから、その、うん、え、じゃあ別れたいんですか、セイさん。それはちょっと俺わかんないけど、どうなんだろう。ちょっと無言だね今セイジ。いやもう、うん、あれですよ。いや、あの私セイさんのこと好きですけど、うん、もしここでその配信の例えばネタだとしても、うん、別れるとか言ったらもう私は配信者じゃないので。ああ、確かに戻らないです。もうよりを戻したりとかないですよ。今めっちゃセイジが俺の顔で悲しい顔してる。世界の山ちゃんくんだから。だから猫まちゃんはもう一回言ってしまったらもうきっぱりもうそれは別れるってことだね。そうです。もうあの前回のあれで懲りたので。ああ、例の、はい、教祖様の人、はい、確かに。でもほら猫まちゃん、でもセイジが一回別れるって言ってはすぐ別れるのは、はい、猫まちゃんもちょっと愛がないんじゃない？ああ、いや、うん、そうですね、確かに。まあでもわかる、猫まちゃん。
はい、ごめんなさい。でも別れたいんですか、せいさんを。なんか無言なんだよ。 むしゃむしゃ世界の山ちゃん食って、別れるって言わ、うん、手羽先食ってるんだけど、手羽先、うん、もうすごい、なんか別れるってワード出した瞬間に爆食いしてるよ今、はい、どういう心境なのか分かんないけど、これは、うん、いやー、せいさん帰ってきてくださいよ。ああ、首振ってるわ、帰らないって。帰らないの、うん、帰らないんですか、せいさん。手羽先で食って、手羽先の方が大事じゃないですか。いや、ちゃんとネコマちゃんの話聞いて、はい、で反応を示してるよ。ただあのガムみたいなもんで、はい、うん、癖みたいなもんかな。もう癖、そう、もう食ってないとダメなんで、お腹空いちゃって。あ、お腹空いちゃってるんですか。うん、赤ちゃんだからね。赤ちゃん。ああ、ご飯も作ってくれなかったって。あー、今日そうですね、寝てたんで。セジは赤ちゃんだ、そこは申し訳ない。そう、赤ちゃんだから虐待らしい。虐待、うん、じゃそれは申し訳ない、わかりました。じゃあそこを私直します。いつもどんな、いつも直んない、いつも作らないの。いつもあんま作んないあ、料理作ってくれない人はちょっと無理かもしれない。マジですか、うん、これは、そうなんですか。わかんない、悲しい。どうして死んじゃう、死んじゃうって。死んじゃう、ご飯作ってくれないで死んじゃうって。やっぱ食欲、今手羽先をね20本食ってるから、はい、20本もうちょっと死ぬとこだったらしい。でもなんか私が作っておいたウインナー食べましたよね。食べてないって。いや、なくなってましたよ。冷蔵庫に入れたらしいです。あ、本当、うん、冷蔵庫に入れたんですか。冷蔵庫に入れたらしい。サランプに住んでくれたらしい。 ありがとうございます。もうちょっと死ぬとこだったらしい。もうちょっと死ぬとこだった。だから残り物のウインナーだったってこと。それが嫌だって、それの中に巻いたらしい。起きてくれないと、やっぱ料理もね、はい、食べれないし、起きてくれないと嫌だって、はい、そこが不満らしい。だから今日、わかりましたよ。猫まちゃん、はい、まあ、分かってほしいのは、せいじ今日は家飛び出したんだよ。はい、あ、飛び出しちゃった。そう、これ飛び出したの。だから、出かけたんじゃなくて、飛び出したが正しいから。あー、うん、不満だ。それはごめんなさい。せいさん、ごめんなさい。どう、首振ってる、許さないって。許さない。え、どうしたらいい、どうしたらいい、わからない、どうしたらいいか。ただセイジは、まあ、セイジの理想の女の子って家事できて洗濯できて、はい、もうほんと主婦みたいな人が好きなんだよね。ネコマちゃん洗濯はわかんないけど、ご飯作らないとこちょっと不安だし。なるほど、うん、じゃあご飯作りますか。ああ、絶対嘘、絶対嘘。もうどうしようもないじゃない、どう言い返しようがないじゃないですか、それも。だから、はい、どうだろうね。政治はどうしたら許せる、もう許すとか、うん、あ、もうご飯使うよ、作れない、死んじゃうって。死んじゃう、セイジがもう死んじゃう。だから、まあ、これ以上行くと多分セイジ別れるらしいから。はい。でね、コマちゃんもその別れるっていうのは本気で、スパッと別れちゃうって感じだね、もう。そうですね、その時は。もうそうだね、配信者じゃないもんね。うん。セイジいいの？ね、コマちゃん別れちゃうよ。え、別れたいんですか、セイさんは。わかんないんだよ。どうなんだろう。その返事がまだ。手羽先で夢中で、手羽先の方が大事なんですか。いや、せいさん今あの軟骨食ってるわ。軟骨、うん、コリコリしてる。豊富ですね、骨の髄まで食ってるわ。骨の髄、うん、でもそうだね、まあ距離ちょっと距離置きたいって。え、距離置きたいんですか。これマジで言ってるね。あ、そうですか。
くんですか。うん、運だって。じゃあ帰ってこないんですか。多分帰らないって。多分帰らない、うん、旅するの、うん、旅するらしい。旅する、うん、え、パルパルさんと一緒に。いや、俺はわからないけど、まあでもどういう流れか、その流れを見極めて、流れを見極めて、うん、アセージが本当に旅をするんであれば、まあ、俺臨機応変に対応していきたいな。やっぱイベント近いからね、明日からいろんな形、はい、まあ、でも猫間ちゃん的には一緒にいたいよね。いや、もう痛いっすね。もちろん、うん、やっぱ彼氏、女の子一人だと寂しいからね。まあ距離を置きたいっていうことらしいね、猫間ちゃん。距離を置きたい、うん、それは本当に距離を置きたいっていうことですか。これ多分本当だと思う。わかりました。じゃあでも、ね、距離を置きたいでコマちゃん浮気するかもよ。心配にならない。しょうがない。しょうがない。じゃあ一応どれくらい期間空けるのか。1ヶ月も。でも1ヶ月だと、はい、寂しいわね。寂しいっす。いや、せいじさんがなんかそういう配信でなんかそういうちょっと1ヶ月間旅に出たいんだって、そういう配信をしたいんだっていうのは分かるんですけど、はい、いいんですけど全然、うん、怒ってるな、せいじ。ねこまちゃん、せいじ怒ってる。せいさんが怒ってる。手羽先が落ちちゃって、はい、それは私関係ない。関係ないけど。私関係ない。ラスト1個だこれ。これでようやく喋れると思う。ラスト1個だから待ってて。ラッキー。はい。あ、すげえ綺麗に食って何個作ってるよ。モリモリ。モリモリむしゃむしゃ。いいですね。すがすがしいよね。すがすがしい。猫まちゃんも料理作ってる時ついめっちゃいい食いっぷりだから作り応えあるでしょ。いや、そんな、まあ、作ってないですけど、まあ、確かに食い応えは、その食いっぷりは好きですね、うん、あー、もう完食した。ケンタッキーのやつすごいわ。捨ててくれ俺。いいよ、あとコンビニ。多分ここ行ったら捨てれるから、うん、猫まちゃんと喋るな、うん、真剣にセットとして、うん、ベトベトだよ。ああ、そう。恋愛も今ベトベトだけど、ね、じゃあ。あ、ごめんね。もしもし。もしもし。俺だけどさ。はい。そういうことなんだよ。そういうことなんだよ。うん、あのね、はい。死にかけたマジで。死にかけた。うん。いや、それ申し訳ない、ごめんなさい、本当に。ご飯作ってくれなかったじゃん。はい。俺作れないじゃん、ご飯。はい。ずっと寝てたじゃん。寝てましたね。これ赤ちゃんだったらもう、捕まってるよ。捕まってますね。今ね。はい。虐待で。はい。まだ俺38だからあれだけど。はい。ワンちゃん捕まんないけど、はい、これ赤ちゃんだったらもう無理だね。そうですね、赤ちゃんって死んでますね、うん、寝てんだよ、だってずっとお腹空いてんのに。はい、申し訳ないです。ダメだろ。すいません。変わる気あるの？あります。前も言ったよね。はい。なんで変わんないの？で、せいじさんも、うん、なんか配信見るときはイヤホンで見るって言ってたじゃないですか。だから消してくれて構わないって言ったじゃん、それは。いや、だって、うん、朝だって起きてる時もなんかそのまま見てるじゃないですか。見てるよ。
だって俺これが仕事なんだよ。それ分かってくんないと、いや、イヤホンでも別に聞けるじゃないですか。イヤホンだけど、はい、やっぱ寝らんないじゃん、その寝落ちできないじゃん、イヤホンだと。はい、わかりましたよ、うん、だからどうしたいの、どうしたいの、うん、